南海1521系電車は、かつて南海電気鉄道に在籍していた、一般車両の一系列。本校では、改造により、本系列に統合された2051系電車についても記載する。また、南海より譲渡された、広島南鉄道の1521系電車についても一部記述する。1959年から1960年に、 かけて、当時残存していた木造車のトータを目的に3両固定編成4本が申請され、南海線にて主に普通列車に使用された。帝国車両工業と日立製作所で6両ずつ製造された。登場時は、緑の車体にオレンジ体の新塗装だったが、後述する2 0 5 1系の登場後は、同系列と同じ塗色に改められた。 電装品はモハ 1501K1513 から1520を電装解除して転用したため、主電動機は国鉄 73K と同一の MT-40 型で吊り掛け駆動である。台車は、汽車製造にて空気バネ台車を申請して装着した。車体は21メートル級の全構成で、客用扉は片開き式で片側4箇所。 側窓は一段加工式、室内はロングシートであった。電動制御車のモハ1521系2両の間に付随車のサハ3801型を1両、組み込んだ編成となっていたが、河川電圧昇圧直前には、奇数量数の編成では使いにくくなっていたので、4両編成や2両編成に、組み替えた編成もあった。 1961年と1962年に4両固定編成2本が帝国車両工業で申請され、南海線にて主に急行列車に使用された。図色は緑の濃淡のツートンカラーで、この図色は以後7 0 0 0系、7 1 0 0系にも採用されて、南海線通勤型電車の標準図色として長く親しまれることとなる。 電装品はもは 2001K2025 から2028を電装解除して転用したため、定格出力1 5 0ットの主電動機を装備した吊り掛け駆動である。台車と車体は1 5 2 1系とほぼ同一であったが、座席の奥行きが若干広げられて、座り心地が向上した。 電動制御車のモハ2 0 5 1系2両の間2 5 2 1系と同一形式の付随車、サハ3801型を2両組み込んだ編成となっていた。河川電圧昇圧直前には7 0 0 0系、7 1 0 0系に優等列車運用を譲って、普通列車に使用されることが多くなっていた。和歌山高線などの支線で運行されていた1 5 2 1系。 電車1973年に南海線の河川の電圧が1 5 0 0トに昇圧された。この際に大半の吊り掛け駆動車両は廃車となったが、1 5 2 1系と2 0 5 1系は比較的経年の浅い全構成車体を有していたため、1 5 0 0ト対応に改造することになった。しかし、7 0 0 0系 7100系などと共通運用を組むには、性能的に差があり、両数も合わせて20両と少ないため、高島浜線や田名川線、天王寺支線などの支線用として転用することになった。もは1521系の電動機は、本来1500ボルト用のものであったため、そのまま使用されたが、もは2051系のものは1500ボルト昇圧に対応できないため、 モハ2051型については、伝送解除された2054を除き廃車となった、モハ1551型から転用した MT-40 型に交換し、同一性能となった、モハ1521型に統合された。モハ1 5 2 1系のうち偶数番号の5両は、運転台を増設して、両運転台となり、炭鉱運転に使用できるようになった。 サハ3801型は、全車が、運転台取り付け改造され、電装解除された2054とともに区波3901型となった。これにより番号は次のように改められている。同時に制御装置もあるムエヌから、新製の日立 MMCLH-20A に変更されたが、 視線専用で高速運転は想定されないため、弱めい字は省略された。ブレーキ装置は、自動空気ブレーキから、電磁直通ブレーキに変更し、応答性と操作性を改善した。TDK-366B 型電動、発電機も併設された。さらに、全消灯もケースはそのままで、シールドビーム化された。 冷房装置は廃車まで搭載されなかった。天王寺支線で運用される1524、改造後は、天王寺支線、加田線、田名川線で2両編成、高篠浜線、和歌山高線は単行で使用された。1984年11月18日に、天王寺支線天下茶屋駅今池町駅間が廃止になり、残存区間の天王寺駅、 今池町駅間においては炭鉱運転となったため1524.1526がこの区間の専用車となり他社についても転属が行われたこの一連の転属で炭鉱の車両が不足するため和歌山高線は2両編成の運行となった一方で区派3901系のうち車両が最も若い3908.3909が余剰となり 翌1985年4月に同系列のトップを切って廃車となった。この2両が搭載していた自動列車停止装置と列車種別選別装置は当時製造が開始されていた1万系に流用された。3909は車体のみ、仙南市の業者に譲渡され、車体を1万系と同じ塗装に塗り替えた上で喫茶サザンの店舗として利用されたが、 店舗の廃業と同時に役目を失い、1989年頃に解体された。その後、1985年6月16日のダイヤ改正で、高野線の塩見橋マイナス岩の里間が南海本線の高架工事の過程で、高野線の本線から分断されたため、同区間の運用を6000系から本形式に変更することになり、三編成が専用車となった。 天王寺支線専用の1524.1526は1993年の天王寺支線全廃後に和歌山高線に転属している。1994年以降、2 0 0 0系の増備に伴う高野線からの2 2 0 0 0系の支線転用に伴い廃車が進行した。最後まで残った塩見橋線での運用が1995年8月24日に、 終了となり、同年10月14.15日の和歌山高線でのさよなら運転をもって、すべての営業運転を終了した。車令が最も古い1521プラス3901、はじめ、計重量が、一転して最後まで生き残るという現象が見られ、戦術のさよなら運転もトップナンバー編成が務め、1995年11月20日付で、 除籍廃車となるまで生き残った。その同時付けで、除籍廃車となるまで生き残った重量の内訳は、以下の通り。本系列の形式消滅によって南海から、吊り掛け駆動の営業用車両が全廃され、同時に、工作線車両を除く、鉄道線車両の冷房化率100%を、達成した。その後、 モハ1522から1525.1527530 15、区ハ3902.3904の、計8両は、青森県の広南鉄道に譲渡された。譲渡時に、先頭車の前面中央に白い帯を入れたが、4扉通勤型車両では寒冷地の車内ホームに、難があること、厳しい気象条件下で、車体や、 危機の痛みが激しかったにもかかわらず部品確保が困難であったこともあり、2008年度までに全車廃車された。南海の車両の系列の表記は、南海電鉄車両部の見解によると、本系列の次期新造車以降の車系については、末尾は0であるとのことである。しかし、本系列は末尾1であるとされている。 これは、モハ 1521K の心臓当時にモハ 1501K の1520号が存在しており、1520K と表記するとこの車両が本系列に含まれると誤解する恐れがあるため、あえて末尾1としているためである。ただし、 1520号自体がモハ1521型に電動機を供出して区波1951系1958号に改造、改版されているため、モハ1521型と1520号が同時に存在した期間はごくわずかである。また、本系列と同時期にキハ5501、キハ5551、 ガタと本校で、記述の2051系も製造されているが、理由は定かではないものの、この2形式も末尾は1としている。なお、2051系を最後に、南海では、末尾1の系列表記を取りやめている。南海2051系電車に関するカテゴリー、広市、南鉄道1521系電車に関する、カテゴリー。ありがとうございます。